こんにちは、鴎外です。今日から、では今回のこの動画も含めて、レビューをもう一回やってみるっていうのを、やってみたいと思います。というのも、ちょっと近年いろいろあって、葉っぱの状態とか事情が変わってきてるようなので、ちょっとその辺も含めて紹介しようと思います。今日紹介する銘柄はこちらです。サミュエル・ガービズの、セント・ジェームズ・ブレイクです。ここまでがあれなので、こっちがパッケージね。なんかちっちゃくて、なんか面白みがなくなってしまったんだけどね。です。ですね。ざっくり説明すると、バージニアと、ペリクの、ブレンドです。いわゆるベイパーって呼ばれるやつですね。ベイパーで言うと、ウェポライザーをやる人も指すことになるのか。まあいいや。です。バージニアペリクのブレンドですね。出しているところがサミュエル・ガービズ。だから、イギリスでいいのか。まあ、イギリスタイプ。そうだね。メイドイングランド。そうですね。イギリスタイプなのかな？イギリスタイプ？そうね。言っていいのかな？まあ、フレームが使われてないタイプですね。私の一番というか、お気に入りの銘柄だったりします。現在のね。50g 缶で日本だと売られています。前ですね、真鍮缶だったんですよ。別の銘柄ですが、こういう真鍮缶だったらね、今こっちの見るかな？真鍮なのでちょっとほら、黄色がかってるようなやつね。で、それに対して今こっち、もうまあ比べてみると色全然違うと思いますが、こっちの缶にこのメーカーは変わったようです。多分作ってるのがガウズホガースだと思われます。なぜならガウズホガースというのが中に入ってるからです。カットはフレークですね。フレークで、刻まれてあります。刻まれてからスライスされてあります。で、中身は、ちょっと暗いかな。こういうちっちゃいのはごめんなさい。中身はこんな感じですね。あ、こういうフレークが、何枚か入っております。今まさに使われてるので捨てるんですが、でですね、それ吸ってから乾燥、あ、これ実は開けて1ヶ月、2ヶ月、2ヶ月までいっかな、ちょっと置いたものです。最近のちょっと葉っぱが質が、ある程度、あれなんですよ、熟成させるために時間かけたやつを問屋から売るんですが、その売ったやつが、どうやら若い葉っぱも多かったらしく、それが質の低下につながってるらしいんですね。ですので、ちょっと、自分で置くっていう方法ですね。で、ちょっと置いてみましたら、結構おいしくなったので、それを、もう一回レビューしたいと思います。置いたらね、美味しくなるんですよ。で、多くのバージニアものは置くと美味しくなるのが多いそうです。まあ、これも例に漏れず。個人的に思うのは、これの葉っぱ自体の質がいいんだと思います。おそらく。質がいいからこそなってるんだと思います。
あ、消えた。発言技術が下手だな。うまい。で、置いたらね、前のやつ、要はこの前のパッケージのやつ、昔のやつに味が似てきたように思います。似てきたんだけど、そこまでベリックも効いてないかな。やっぱり甘さが目立ちますね、かなり。まい。だけど、どうしよう。なんか語彙がなくなってきたな。匂いはですね、味は、まあ、甘さが強い感じで、匂いが、よっこいしょ。匂いは割とね、ヘイトイップなのみたいな感じの匂いがするんです。あんまそこまで熟成されてるような感じの匂いがしないんですよ。多分置いてるうちに多分美味しかったと思いますが、昔のと比べると正直香り弱めな気がします。ただ味は前より甘くなったかな？その分、他の部分が抑えられてるような感じがしますね。また長い動画になっちゃった。ちょっと今ここ密閉空間で煙がたまりやすい。冬なのでね。昔の味よりもちょっとあれかな、塩味とか酸味が弱くなったような気がしますね。だけど甘みは結構ある。でもね、やっぱりペリックならではのアクセントっていうか、バージニアだけじゃないぞっていうのが吸っててわかる感じはしますね。ただバージニアの香りだけじゃなくて、なんかこう、若干酸味と言いますか、別の味が混ざってきてる。丹波ではないなさそうだなっていうのが吸ってて、なんとなくわかる感じです。おお、10分になっちゃう。っていうなどいうようなものですね。で、さっき言った通り、私揚げたてを前吸ったんですよ。その時にうーんっていう感じだったんですが、しばらく置いてみたら結構美味しくなってました。ですので、吸いたい方は早めに購入して、
プシュッと開けて、パカッと開けてね、一回パカッと開けて、もう一回閉じて、そのまま、1週間、2週間、3週間、1ヶ月くらい、ポンと放置してから吸うのをお勧めします。そうすると、開けたてよりも、多分これ、時間経った方がうまくなるタイプだと思います、おそらくは。ですので、早めに買って、開けてほっぽとくっていうのが多分、一番いいかと思います。はい。では、長い動画になりましたが、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。今年最後の動画になるかと思いますね。じゃあ、また。